はい、一般社団法人羽曳野の青年会議所第51代理事長の山内彩子と申します。よろしくお願いします。今日は自身の紹介とロムの紹介の方をさせていただきたいと思います。はい、私は一般社団法人羽曳野の青年会議所というところに所属しております。今この羽曳野の青年会議所に入会して5年目になります。はい、今日はソロキャンプということで、和泉市の方に来ております。今日は一人になってちょっとゆっくり話の方していきたいと思います。私自身、羽曳野の青年会議所に入会してから5年経ってるんですけれども、また、新しいメンバーの方も入ってきております。今、今年私が理事長になってから新しいメンバーが3名入会していただきまして、現在7名の人数で、羽曳野の市を中心に活動しております。事業等々を通じて、私自身もそうですし、若いメンバーにもいろいろ自分で考えて活動をしていただいて、成長していただくことによって、羽曳野の市自身のためになるような活動をしていきたいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。はい、羽曳野の青年会議所自体は、羽曳野市を中心に活動しております。はい、青年会議所の中で、大阪地域に、29個青年会議所があるので、青年会議所っていうのは、おのおのの地域で活動している団体です。その中で、羽曳野の、南河内ですね、南河内地域に、8個青年会議所があるので、それぞれの市町村にあります。羽曳野は羽曳野市の明るい豊かな街づくりのために活動をこれからもしていきたいと思っております。はい、羽曳野市の名産なんですけれども、皆さん、羽曳野市ってどこにあるかご存知でしょうか？結構ね、大阪市とかって聞くと、ああ、あそこら辺だね、行ったことあるよ、とかいう方多いと思うんですけれども、羽曳野市って聞いても、どこだそれっておっしゃられる方結構いらっしゃいます。大阪の中に住まれてる方でも、どこそれっていう方いらっしゃるんですけれども、羽曳野自体は南河内地域にありまして、藤井寺や富田林の隣の町でございます。で、羽曳野自身じゃあ、どんな、ものが有名なのということをおっしゃられる方も多いんですけれども、羽曳野の中に、駒ヶ谷の地域がありまして、駒ヶ谷は、ぶどうが有名です。昭和の初期の頃でしたら、そうですね、全国で、出荷数、売上、出荷数ですね、出荷数が、全国1位という時もあったみたいなので、本当にぶどうが名産の地域になっております。今日、ちょっと私ね、車で来てるので、ワインは持ってこれなかったんですけれども、ぶどうジュースを持ってきました。この、ぶどうジュースなんですけれども、普通のね、100円とかで売ってるぶどうジュースでも、全然美味しいんですけれども、これはこれで、羽曳野の名産ということで、これ、河内ワインという会社が作られているぶどうジュース、デラウェアになります。一本1200円ぐらいなんですけれども、私自身も好きなので、結構地元、羽曳野に戻った時には、買って帰って、自分のお家でも飲んだりしてます。皆さんもおすすめでございます。他にも羽曳野の手に菜干しっていうものも有名で、私、この JC 青年会議所に入って初めて食べたんですけれども、お酒のおつまみとかには菜干しっていうのも美味しいので、また皆さんどこかで、売ってたら、菜干しっていうのも食べてみてください。それは、羽曳野のものかもしれません。はい。はい、ロムの未来ですね。そうですね、入会していただいたメンバーがどんどん成長していった、行ってもらった、もらえたらいいなと思います。私自身が、JC に入会したきっかけっていうのは、街のお祭りとか見て、
あ、こんなのを JC が企画するんだ、楽しそうだなと思って、まあ、入会したっていうのがきっかけなんですけれども、やって、授業をやっていけばいくほど、すごい JC ってなんか楽しいなっていう、しんどいこともすごいあるんですけれども、楽しいなっていう思いの方が、今でも強いです。で、まあ、失敗することも結構あって、いろいろ怒られたりもするし、自分自身の中で反省っていうのもあるんですけれども、まあ、それでもやっぱり JC やっててよかったと今でも思ってます。まあ、私、今年卒業なので、あとまあ半年ぐらいしか JC のメンバーだとは言えないんですけれども、私が今までしてきた経験、まあ、失敗も含めてですけれども、それを今、今年入会してくれた若い子や、20代のメンバーもハビキのいますので、そのメンバーにいろいろ教えていったり、一緒に経験をすることによって、あのどん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 ハビキの明るい街づくりをしていきたいというメンバーが増えていってもらって、ハビキの自身が良くなってほしいなと思います。で、私自身がやっぱりハビキのすごい大好きで、私が生まれた時からずっとハビキノ住んでて、もう30年ぐらいですかね、住んでるんですけれども、やっぱりハビキノで生まれ育った子どもたちが、将来的にも自分の街を好きだよって言ってもらえるようなことを、言ってもらえるようになってほしいなと思います。そのためにハビキノ青年会議所っていうのがあって、いろんな授業をして子どもたちのために活動していってもらう、そういうメンバーをいろいろ募集していきたいと思います。